特に魔法の力なんてあるのかな。もしあるなら先輩や和樹を助けられる力だといいな。綺麗だな、エメラルドみたいだ。ああ、心休まる色だ。ウェルシーさん、この魔法の属性は？伝えないと。え？伝えないと。ウェルシーさん、お二人はここにいてください。ロイド様。おお、ウェルシー、スズネやカズキの適性は分かったか。お二人とも素晴らしい素質をお持ちです。ですがそれよりウサト様が。ウサトがどうした。まさか闇を司る属性というわけじゃあるまいな。水晶が緑色に。何、確かか。はい、つまりウサト様の属性はあの非常に強い。言うな、皆まで言うな。え、僕の属性そんなヤバいの。ひとまず城下町では。そうだな、今すぐ手配を。あの、よくわかんないんですけど、僕危険とかそういうことですか。他に同じ属性の人がいたりは。それはいるが、あ、やつはダメだ、いろいろとダメ。ロイド様、召喚の儀式はどうでした。勇者はもう来てるんですか。ローズ、今日は休みを取ったんじゃなかったのかね。ご冗談を。王に仕える私が休むことなど。お前が勇者か。彼は勇者ではない。こちらの不手際で巻き込んでしまった少年だ。普通の、ごく普通の。ああ、でもまだ魔法のこと聞いてないです。あの緑色、何の属性なんですか。あっ、緑色と言ったか。え、はい。ロイド様、ちょっとその少年借りますね。この少年、私が一人前の治癒魔法使いに育て上げてみせましょう。待ってくれ、ローズ。お前が